過去でもない未来でもない、ただここにある今を歩いている。負けそうになったあの夜も、無理やり出した答えにしがみついた。何が変わったんだろう。見上げればあの日と同じ空、ああ何もかも捨てたら自分らしくなれるかな。この背中を知ってる。ああ恐れることを恐れて、限りなく返すこの痛みが、胸の中に住み着いて、いつの間にか頼るようになってた。何と戦うんだろう。今も君はここで笑ってるのに、ああ痛みを捨てたら君はもっと笑うかな。ああ終わらない歌が歌えない夜も目をそらさない愛でもない、ただここにある今を歩いてゆく。ああ何もかも捨てたら自分らしくなれるかな。この背中を、ああ終わらない夢が、ああ終わらない歌よ。落ちた片方を粉々にして隠す。
たったそれだけのことでいかにも自分が神にでもなったように思えんだろう。ベランダから見る空は遠く、それでも簡単に届きそうに思える。そんな自分を可愛く思え、溢れ出した情熱のヘビーレイン、ヘビーレイン、ヘビーレイン、情熱のヘビーレイン。カフェインとニコチンの狭間、喉をえぐるような声で叫び続け、そんな毎日に溺れ、かつてのヒーローを拾っちゃったりするのが楽しいんだろう。流れる時は無情にも早く早く、それでものんきにタバコふかし目をつむる。そんな自分を恥ずかしく思え、泣き出しそうな空からヘビーレイン、ヘビーレイン、ヘビーレイン、情熱のヘビーレイン、ヘビーレイン、ヘビーレイン、情熱のヘビーレイン。覚ませば夕日が沈む、明日もきっとこんなもんでしょう。テレビの中から退屈がこぼれる、負けそうになんなら迷わずに、ヘビーレイン、ヘビーレイン、ヘビーレイン、どうもありがとう。こんばんは、古澤武史です。
ユーストリームのチャンネルをご覧の方も、今、映ってると思うんですけども、ちゃんと届いてますでしょうか。まず2曲、送らせていただきました。今日はサウンドステーツの1212、12月12日ということで、ゾロ目の日、12月、古澤武史が出演することになりました。ありがとうございます。今日はまあいろんなバラエティに富んだ内容になると思いますので、最後まで楽しんでください。画面の向こうに、きっとドキドキしながら見てくれてる人の顔があるんだなと思いながら、今喋ってるんですが、僕の方にはちょっとね分かんなくて、ちょっと寂しいですけども、最後まで、一生懸命歌いますので楽しんでください。じゃあちょっと早速ね、2曲歌った後なんですけども、スタジオをちょっと変えて、お送りしますので、僕は今からここをちょっと、一時去ります。はい、じゃあ行ってきます。はい、今月、2012年最後の12月の、サウンドステーツ、今月の、ね、アーティストは古澤武史さんです。なんと2012年12月12日ということで、121212の3つのゾロ目になってますね。はい。で、今も熱い演奏が続いていて、聴いてる方も熱い気持ちになってまいりました。MC の井上です。ここではですね、古澤さんの、人となりをちょっとご紹介するということで、インタビューの時間を設けてます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございま す, します。どうぞどうぞお座りください。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、気持ちよく歌わせていただきました。よかったです。はい、はい、なんと2012年もね、もう終わっちゃう最後の月に、記念すべき最後の、2012最後のアーティストということで、はい、もう本当今年も終わっちゃうなという感じですよね。感じですよね。はい、で、はい、このコーナーでは、古澤さんがどんなバックグラウンドを持ってるかっていうのをご紹介するということで、はい、いつもそのコーナーを担当してます、 MC の井上と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回あれですよね、お写真をいくつか持ってきていただいていて。はい、そうなんですよね。いろんな写真を持ってきました。はいはい、ファンの方も初めてっていうのもあるかもしれません。はい、いくつかじゃあ出してみましょう。まず最初こちらですね。はい、はい、あ、これ出ました。かわいい。これ何歳ぐらいの写真ですか？これ全部こうやって載せてるんですね。そうなんです、そうなんです。あー、びっくりしました。この泣いてるのとか、こうピースで得意げな顔してるのとか。そうですね、これ多分年はバラバラだと思うんですけど、はい、まあ僕の生い立ちを知ってもらうという、そうですね、意味でちょっと、はい、用意したもんなんですが、はい、多分上の犬を抱えてるやつが多分3歳か4歳ぐらい、すごい得意げですね。あれが、そうなんですよ。可愛いですね、こうやって見ると。自分で言う。可愛いです、可愛いです。いやいや、で、はい、他のはちょっとこう、泣いてる。もうちょっと年下の2歳ぐらいの時かなっていう、三輪車乗ってるやつとか、ちょっともう顔がね、いい表情してますよ。はい、そうですね。はい、結構元気な遊び回るようなお子さんだった。そうですね、外で遊ぶのがすごい好きで、で、まあ見ての通り、ウサギだとか、はい、あと、犬だとか、はい、そういう動物と戯れるのがすごい好きだったんですね。そんな感じがしますね。はい、そうなんです。はい、だからもう外でとにかく山の中で走り回ったりとか、はい、まあ見ての通り三輪車乗ったりとかするのが大好きで、はい、これですね、お父さんとかお母さんとかにしょっちゅうどこ行ったとか言われてた感じですか？そう、すぐ迷子になってましたね。ちっちゃな頃、はい、そんな感じですね。で、迷子になった挙句に右上の写真の、泣きじゃくる顔ですね。すごく泣き虫だったらしいです。あ、そうなんですね。はい、とにかくよく泣いてたらしいですね。じゃあちょっと次お願いします。はい、はい、次、あ、出ました。はい、こちらは、ちょっと喉乾いたんで少しいいですか？どうぞどうぞ。すみません、飲んでください。はい、はい、こちらもあれですね、子供の頃の。はい、どうぞ喉。はい、すみません。コーラでいいんでしょうか？いいんですよ、いいんじゃないですかね。はい、はい、次の写真は、はい、これがですね、これもピース、まあ、一番大きな写真はうちの母親と、はい、2人で写ってるんですけど、母は、5年前に、他界したんですよ。そうなんですよ。はい、で、まあ、大好きなお母さんなんですけどね、はい、ちっちゃな頃の写真をちょっと見つけたので、はい、というかこれいつも僕が携帯してる写真なんですけど、そうなんだ、はい、手帳の中に入れて、はい、いつも持ち歩いてる写真なんですけどね。はい、はい、で、まあ、ちょっとセミヌード写真も、はい、
ありますけど、サービスショット、ファンのためのサービスショット、もうすごい魅力的なんじゃないでしょうか。これ何歳ぐらいですか？魅力的ですか？何歳ぐらい？これもさっきの写真と同じような、ぐらいの、多分これも3歳ぐらいの時かなと思うんですけどね。もうドロンコ遊びとかこの年頃って本当大好きですもんね。いやそうなんです。本人楽しくてしょうがないけど、これあの河川プールといって、はい、僕の地元 の、 あの竹田市、大分の竹田というところにある、はい、ね、はい、ニュータって言って、はい、すごく水がきれいなところがあるんです。そこで毎年こんな風にあの川で泳いで遊んでたっていう。そういうなんですね。本当に、ね、そういう思い出の外で遊ぶの好きだったんですね。そうなんですよ、ね、いいですね。でもおすましの、もう一つのおすましショットは、あれはちょっと格好つけてますけども、はい、これはあの多分親に買ってもらったハンチングを、あ、なるほど、初めてかぶっ て、 ってで多分結婚式やなんかにあの呼ばれて行った時で、なるほど、なんか若干緊張してるっていうか、緊張してますよね、はいはい、でもちょっと凛々しい感じで、そうですね、なんかこうすごいあのこう嬉しい写真がいっぱい出てきましたが、ね、はい、じゃあ次お願いします、はい、あ、まだあるんですね。あ、はい、いきなり金髪に時代が飛びましたね。いきなり金髪に、これなんかあの今と違う系統の音楽やってるっぽいこう雰囲気がしますけど、そうですね、やっぱこの見ての通り、はい、ちょっと頭金髪に染めたりだとか、ね、はい、もう赤毛の至りで高校卒業すると、はい、あのすぐにこんな髪型にして、あ、であのパンクバンドとか、はい、あのあ、ね、ハードコアというか、まあ、ガレージパンク、あ、なるほど、うん、もっとこう、ね、もっと攻めるアグレッシブな感じ、そうなんですよ、やってたんですね。なんていうんですか、あのロンドンブーツというか、はい、あの変な靴履いたりとかですね、そうです、はい、ああいうのやってた時期なんで、あ、なるほど、上野がですね、はい、でまあ、上の、大きな写真は、はい、おじいちゃんと、おじいちゃんと、はい、専門学校の入学式の時に2人で写ってる写真ですけどね、はい、おじいちゃん金髪には何も言わなかったんですか？おじいちゃん、おじいちゃんはなんか何も言わなかったですね。どう思ってるか分かんないですけど、おばあちゃんは初めて金髪にした日に茶の間に行った時に、はいはい、あー綺麗な色やなーって言われたんですよ。いいですね、いや、それがね、嬉しくて、はい、嬉しい反応ですね。そうなんですよね。じゃあその今よりもこの頃はやっぱそのアグレッシブな、はい、あのまあ、ハードかパンクとかそういう感じの、まあ、ガレージっぽい音楽をもやってたっていう感じで、アコースティックギターを弾いてる写真もありますけど、そのおじいちゃんの写真の隣の写真、はいはいはい、あれは今とまあ、今のルーツというか、うん、もう弾き語りスタイルで、はい、音楽をやってた時の写真で、はい、まあ、時期はもうほぼ同じぐらいですね、あのおじいちゃんの写真と、そうなんですよね、その両方やってたんですね。音楽を始めたきっかけは何なんですか？はい、始めたきっかけはもう、最初はもう友達がギターを弾く子がいて、はいはい、でその子を見てて、はい、かっこいいなと思って、かっこいいなと、そこですね、そうなんですよ、はい、で僕はギター弾けなかったので、はい、その友達のギターに合わせて歌を歌うだけっていうことをしてたらすごく楽しくて、はい、あ、なるほど、でハーモニーの真似事をしてみたりだとかするうちにだんだんと曲も作りたくなってきて、はい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 、でその当時あの衛星放送とかでよくライブスペシャルとかやってたのを見て、はいはい、で弾き語りで山崎正義さんが、はい、あ、なるほど、懐かしいですね、はい、弾き語りのツアーをされてるやつがあって、はい、それをちょっと見た時に、はい、あ、これをしたらみんなびっくりするだろうなと思って、でコピー始めたんですね、うんうんうん、そこからで、今に至るみたいな、そうですね、まあ、その間すごくいろんなことあるんですけど、いろんな洋楽に出会ったりだとかもたくさんあるんですけど、はい、きっかけは大体そんな感じで、そうなんですね、じゃあそのギターを持って弾き語る姿が結構原風景になっていて、そうなんですね、やっぱアコースティックギターっていうのがやっぱ本当その原風景の中には必ずあります。あ、なるほどなるほど、うん、でいろんなことやって、で今またその原風景に戻ってきてるような感じなんですね、そういう意味だとですね、やっぱ戻ってきてるというか、常に何をやっててもその、うん、最初に始めた時の感覚だとか、はいはい、っていうのはまあ、アコースティックギターが好きだとか、はい、こういう歌のメロディーが好きだっていうのはもうずっと、はい、変わらないと思うんですよね、はいはい、でその間に、ね、例えばパンクバンドやってみたりとか、はい、でそれはもう自分でやりたいことをその都度やっていくんですけど、はい、まあ、根本にあるものっていうのは、ずっと変わらずにあるなと思いますね。なるほど、はい、そんな感じなんですね。じゃあもうそれを持って今のこのスタジオでのライブもそんな感じでやってくれると、で、ね、はい、で、じゃあ次の写真お願いします、はい、まだあるんですね。あるんです、こちらですね、はい、左下の、はい、これはもうライブハウス、そうですね、これは福岡で、はい、
活動を5年ほどしてました、はいはい、でその時に初めて自分でワンマンライブをやった時の、はい、まあ、自分の、まあ、記念すべき初めてのワンマンライブということで、はい、撮ってあるこの一枚ですね、はい、だいぶ雰囲気もなんかもうちょっと落ち着いた感じの、ちょっとだけ落ち着いたんですけどね、はい、まあ、うん、この頃はもう食うことにもすごく困ってまして今よりも随分痩せてますけどね、はい、このくらいの体型にちょっと戻したいなって今ちょっと思いました。なるほどなるほど、はい、でもなんかこの頃からもう今のスタイルでそのとにかくライブをやって人にどんどん聞いてもらって、そうですね、感じで続けてらっしゃってるってことですよね、はい、もう基本的にはもう今やってるようなことと、はい、まあ、共通するような、はい、あの音楽性でやってました、はいはい、で右上のこちらはどなたとご一緒の写真ですか。これは僕の実家の茶の間で、はい、東京に上京する何日か前に、はい、ちょっと東京行ってくるけん、なるほど、写真最後に撮ろうやっつって、で親父と、おばあちゃん、おばあちゃん、はいはい、3人で撮りました。あ、いい写真ですね。これはなんかこう、これ行くからっていう、思わずこう国言葉が出かけたっていうのも、そうなんですよ、そういう感じですね。で、まあ、この写真もさっきの母親の写真と一緒で、2枚合わせて僕いつも携帯してるっていうね、もういつも胸にもこう、こうある風景っていうことです ですね。これお父様とか、まあ、おばあちゃんも当然寂しいでしょうけど、まあ、どんな風に送り出してくださったんですか。まあ、あんまりこうなんていうんですかね、今あんまりこう遠くに行くからって言って日本国内だったらそんなにね、会えなくなるっていうわけでもなかったので、はい、意外とあっさりしたもんでしたけどね。あ、そうですか。じゃあ行ってこいよって行ってこいやって、うん、まあ、頑張れよっつって、そうなんですよ、そんな感じだったんですけどね。まあ、今でもすごい元気でいてくれるんで、それがそうですね、まあ、一番の励みですね。嬉しいことですね、はい、はい、じゃあ、次行きましょう。はい、はい、でこちらですね、あらあら、武田市で、そうです、あ、これ先日ですね、11月の16、17、18という3日間、はい、あの武田市に竹楽っていう、はい、なんて言ったらいいんですかね、夜竹を切ったものの中にかぐや姫がこう光ってるみたいにろうそくを立てるんですよ。まあ素敵。はい、それを2万本ぐらい並べて、はい、街中をこう、アレンジして、はい、綺麗にして、でそこに、まあ、たくさん人が集まるというイベントの中で、はい、ライブイベントもたくさんやってるんですね、街、はい、角ライブっていうのは、はい、その中で2年ぶりに歌わせていただいた時の映像なんですけどね。あ、素敵ですね。じゃあまさしく故郷に錦を飾るというか、まあ、帰ってきたぜみたいな。そうですね、まあ、錦を飾れてはないんですけども、でもすごい楽しそうです、まあ、久しぶりに聞いてくれた人とかも、本当にこう皆さん楽しそうに、楽しそうですよね、歌聴いてくれて、はい、嬉しかったですね。あ、やっぱりこう、うん、自然と国言葉になっちゃいますね。ね、そういうの見てると、そうですよね。またライブイベント、その外で野外でそのみんなにいろんな人に聞いてもらうっていうのをずっと積み重ねてきていらっしゃるので、はい、その中でもその場が故郷、ふるさとっていうのはやっぱすごく感慨深かったんじゃないですか。やっぱりすごく優しくて、まあ、それはもういつでも分かっていることなんですけど、まあ、当然特別ですよね。はい、そうですよね。当然特別な中で、そのもっともっとその自分が東京で経験したこととかがあると、はい、もっともっとその優しさっていうのが心に、はい、届いてくるというか、もっとこう癒しとして入ってきて、でまたさらにここで地元のこの町で得た、はい、その励ましっていうのを持ってまた頑張るぞってなれるっていうのが、そうですね、まあ、ふるさとのいいとこだなと思うんですけどね、はい、じゃあやっぱこう定期的にまた戻って確認して、またそれをこう醸造させて、またこう他の町にっていうような、そうですね、そういう風なサイクルになってると思います。はい、はい、分かりました。じゃあこの後ですね、演奏を続けていただくにあたっては、ちょっとじゃあこのふるさとをちょっと思い出しつつ、そうですね、はい、はい、ちょっとぜひね、この映像を見た後なんで、はい、僕の、まあ、原点を振り返りながら、はい、ちょっとさっきとは違う心の持ち方で今から歌を届けたいなと思います。はい、分かりました。じゃあ、はい、ご準備の方お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんもこのまま楽しんでください。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、
ですね、古澤さんの、原風景をですね皆さんに見ていただきました。すごいご本人が一番懐かしかったかと思うんですけど、ファンの皆さんもこういう姿が見られて嬉しかったですよね。今みたいな、こうああいう空間でだんだん育まれてきた古澤さんの人柄がよくわかる感じでした。このまま、そういうふうにライブを続けていただこうと思っております。はい、準備が終わったようですので、古澤さん、引き続きお願いいたします。どうぞ。はい、じゃあまたライブを続けたいと思いますけども、はい、まあ、ふるさとの話出ましたけど、まあ、誰にでもねあるふるさとっていうのは、まだただ単に自分が出生した場所とか、それを超えた意味が、あると思って、いろんなところにふるさとってね、あります。僕にもあります。もちろん大分県というところは自分が生まれたところなんだけども、もう2年半住んだ東京にもいろんなふるさとができたし、たくさんね、人の心の中にもふるさとを作って、いけるんだなということを実感しました。まあそういうことを、いろいろ考えて、さっきのね、最初の2曲っていうのはちょっとこう激しく叫ぶ感じだったんですが、その真逆の感じで優しいなんか心の中のふるさとっていうものをそれぞれの中にこう考えながら聞いてもらえるとありがたいです。ではお届けします。まずホームタウンという曲を聴いてください。穏やかなリズムで流れたり止まったり、誰のものでもない時間がそこにはあるのさ。涙色の初恋も幼いままの大きな夢も全部あの広い空の下にあるのさ。大切なものはいつだってすぐそばにあるとは限らないから、日が暮れる前に帰ろう。あの日の自分が待つ場所へ戻ろう。優しく笑ってよ、思い切り泣いてよ。誰にも邪魔できないぬくもりがそこにはあるのさ。君が今ここにいるそのわけも、僕が今歩くこの道も、多分初めの一歩がそこにはあるのさ。傷ついた足じゃ進めなくて、ただただ涙が止まらないから、ゆっくりゆっくり帰ろう。柔らかな風が吹く場所へ戻ろう。大切なものはいつだって
すぐそばにあるとは限らないな。日が暮れる前に帰ろう。ゆっくりゆっくり帰ろう。あの日の自分が待つ場所へ戻ろう。ありがとう。さて、ホームタウンという曲を聴いていただきましたけども、ふるさとっていろいろあるなっていう話をしたんですけど、まあ僕は2年半前に、東京に上京してきて活動してきたわけなんですけども、本当に、たくさんのふるさとが、まあ実際の場所にも心の中にも東京での活動の中で生活の中でできました。でまあね、僕の地元九州から、東京に出てくるっていうのはね、すごく勇気の、その当時の僕にとってはすごくすごく勇気のいることだったんですが、まあ出てくる時っていうのは不安な気持ちと、希望、期待と不安とっていろんな、思いが入り混じるそんな状況なんですけども、東京に出てきてすぐね、曲作りたいと思って、上京してきた3日後ぐらいに、書いた曲がありまして、それを今から歌うと思います。ちょっと楽しげな曲なんで、画面の前で見てる人も、ぜひね、一人だとちょっと家族から何やってんだって言われるかもしれませんけども、楽しんで一緒に歌える人は、歌ってください。ロマンス日和という曲をお届けします。西向きの窓辺で駅の西口見下ろす夕暮れが急かす人波、夕暮れが染める僕の窓辺、お酒片手に気取ってみたり、この世界は素晴らしい。でもちょっとだけ寂しくなったりする、君が隣にいないこと。西の彼方できっと君も染まる、同じ夕暮れ。世界は息苦しく、風当たりも強いみたい。今宵も窓辺に腰掛けて、取ってつけたようなロマンスをする。西の彼方には一番星、この世界は素晴らしい。でも太れ異性になった時に見失いそうになるよ。君がいた
離れた本当の意味を片隅の世界、確かなことはただ君と僕とちょうど西向きの窓辺で西の彼方に願う夕暮れが綺麗であるように、夕暮れは同じであるように、ありがとう。画面の前の皆さん見えてますか？あ、それは見えてるよね。どんな風に伝わってるかなって今想像しながら歌ってましたけど、だんだんなんか笑顔になってる人の顔が浮かんできたんで、僕も次第に笑顔になってきて、本当にありがとうございます。さて、まあその東京に出てきて、やっぱね、歌い続けるっていうことが自分の中で、常にやっぱ信念、もうずっとね、歌を始めた時からずっと信念として、歌をずっと歌い続けたいっていう気持ちで、本当そのことによって、たくさんの素晴らしい方たちと、素晴らしい出会いを、してきました。どの出会いも本当に素晴らしかった。もちろん辛いこともあれば、楽しいことだって、ありますが、本当にね、楽しいところに、ちゃんと目を向けて、歌っていくと、どんだけね、いろんな人に歌を、届けられるんだろうかって、思って、だからいつもね、前向きな気持ちで歌を歌っていたいなって、たくさんの人に教えられました。そういうこれまでの自分の、道のりの中で会った人たち全てにやっぱ感謝したいっていう気持ちがありますので、この曲を、送らせてください。まあ、本当に今会えない人もね、遠くで見てくれてるあなたも、本当にありがとうって、一度でも会ったことがある人、ね、僕を見つけてくれたことがある人、もう誰でも、みんなに届けたいと思います。それでは聴いてください。あゆみという曲です。春の香りに街は踊り、道の向こうぼんやりと霞み、忘れてはいけないことも知らないうちに霞むよ、風が運ぶ便りを開き、
ずいぶん会ってない君思い、なんとなくやりきれない今を遠い空へ飛ばすよ。君に出会った季節の真ん中で、あの日と今を重ね重ね、どこにだって一人じゃないことを、ここにいない君にまた教えられたよ。命を燃やす花のように、散っても美しい花のように、僕はもっと強くならなきゃ、もっと強くならなきゃね。君に出会った季節の真ん中で、何も果たしてないことに気づいて、君との約束を握りしめて、花びら舞う道を歩き始めるよ。大切なことに気づいたよ。また新しい季節で会おうね。新しい笑顔で、君に出会った季節の真ん中で、あの日と今を重ね重ね、どこにだって一人じゃないことを、君にも伝えたくて、僕は歩き始めるよ。インタビューコーナーのですね、パート2を、もう一回挟もうと思ってます。はい、熱い演奏が、続いておりますが、もう一回古澤さんをお迎えして、インタビューの続きをしたいと思います。よろしくお願いします。古澤さん、来てください。お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。お待たせしました。はい、引き続き、はい、お願いいたします。お願いします、はいはい。ちなみに、先ほどちょっと、まあ、以前のことを昔のことを思い出しながら話していただきましたけども、はい、ライブに向けてですね、普段どんなふうに、はい、練習とかしてらっしゃるんでしょうか。普段ですか、はい、普段はですね、まあ、練習あんまりこう練習っていう意識は持ってないんですけど、もちろんギター練習はギター集中的にメトロノームで練習したりだとか、はい、そういうのもするんですけど、はい、あと
やっぱ曲を作ったりだとかすることが、はい、メインになる、もう時間的にですね、はい、一番使うことが多いので、はい、そういうところにやっぱ、まあ、練習とはちょっと違うかもしれないですけど、うんうんうん、日常的にはそういうところにいつも意識を持ってやってるんですけど、はい、まあ、歌の練習とかはよく、はい、家で一人でずっと歌ってますけどね、はい、一人ずっと歌ってるんですね、はい、そうです、はい、ギター弾きながら、はい、まあ、いろんな人のこう、はい、歌真似をしたりだとか、あ、そうですよね、はい、そうなんですよね、で結構僕あんまりこうきっちりと、はい、ボイストレーニングだとか、はいはい、そういうのっていうのをほとんどしたことがなくて、あ、そうなんですか、でよく質問とかで、どうやったらそういう声出ますかとか、自分がどんな声かっていうのもあんまり分かってないかもしれないんですが、はい、でも、まあ、一つなんかこうアドバイスできるんだったら、はい、もう本当モノマネした方がいいよみたいな、モノマネですか、はい、いろんな声帯をこう使った方が、はい、いいなっていうのは最近もう常に僕も研究してることなんですけど、そういうことですね、そのいろんな歌い方とかいろんな歌詞の方とか、そういうことですか、そうなんですよね、はいはい、だから、例えば、はい、まあ、洋楽をすごく僕好きで、そうですね、まあ、ビートルズのポール・マッカートニーの声とスティービー・ワンダーの声とかって全然違うわけじゃないですか、はい、だから YesterdayOh my trouble seems so っていうこういう声の出し方 と, とあと、例えば、何がありますかね、I just called to say I love you ってこれ、はい、スティービーのね、スティービー、はい、これ全然声帯の使い方も違って、ね、なんで声帯の話になったんでしょうね、あ、大丈夫ですか、はい、結構ちょっと熱くなっちゃうんですよこの話、モノマネっていうか、まあ、モノマネっていうかその、はい、何ですかね、歌い方、声の出し方とか自分の幅を広げるとか、まあ、そんな感じ、うん、そうですね、やってると楽しいし、はい、その楽しくだんだん発見ができる、なるほどなるほど、っていうことあるんですよ、はい、なんかモノマネとかされないですよね、いや実はそんなことは全然できないんですけど、あ、そうなんですか、楽しいですので、ぜひなんか練習してみますか。どうぞ、じゃあ先生がまず。そうですか。はい、野村監督の真似とかやってみますか。歌と関係ないじゃないですか。どうぞお願いします。お願いしますみたいな感じなんですか。やばいなこれちょっと、すげえ見ないでください。いや野村監督とかもすごい声の使い方って特徴的で、はいはい、まあっていう感じなんですよ。なるほど、まあサウンドステージに出てますけどねみたいな、そういう感じですね、はい、何ですかこの空気は、面白すぎる、何ですかこの空気は、なんかですね、そのどんな風に喉を使うかとか声を使うかとか、そうですね、そういう意識しながらやってるうちに楽しくなっちゃう、楽しくなってきますし、なっちゃってるんですね、ねえ、やってくれないんですか、すいません、楽しませていただきますって感じで、それできないですよね、できないです、まあ、できないと思いつつも、今やっちゃいましたけど、はい、まあ、こういう練習法というか、声って楽しいので、はい、皆さんもなんかこう歌うの楽しむっていうことを、声を楽しむというか、自分の持ってる声でどこまで、楽しめるかっていうのがいいんじゃないかなって思います、はい、わかりました、はい、もう一個ぐらいやってっていう、もう一個ぐらいですか、はい、ですね、ちょっと例えば今と正反対の出し方で、はい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 、これはね似てないかもしれないですけど、はい、ドラえもんに出てくるジャイコとか、ジャイアンも同じような感じですけど、はい、さっきのはまあって感じじゃないですか、はい、それの逆の声、息をいっぱい使った感じで、はいはい、伸びたさんみたいな、なるほど、似てると思いました、今、っていうよりもこうなんだろうな、演歌歌手とかの声雑誌賞ですよいや、そんなことないです、俺もなんか変な汗出てきちゃってそんなことないです、どうしてこうなったっていうような動画になっちゃうんですけど、いやないですか、こう幅を広げると、ね、喉を鍛えるとかね、そういう表現力の幅を広げるとか、そういう真面目な話じゃないですか、素晴らしい、そうなんですけどね、はい、失礼しましたいや、とんでもないです思わぬ一面が見れたので、すごい嬉しいインタビューコーナーになりましたが、いやいや、こちらこそ、せっかくなのでちょっと告知もしますよね、はい、はい、ありがとうございます、12月、何と言っても一番近いのは、クリスマスイブ12月25日、はい、そうです、もうね、はい、あと、今日12日ですから、あと13、もう2週間ないぐらいなんですけど、はいはい、まあ、クリスマスに、まあ、今年1年の、最後の総まとめ、はい、のステージ、はい、で、まあ、もちろんクリスマスっていうこともあるんで、まあ、そういう雰囲気の、曲も考えてますし、はいはい、まあ、まあ、来年からの活動の、なんていうんですかね、ステップアップしていく、はい、その
準備というかテーマをそこで掲げて、まあ、これから2013年の古澤武史はこうなりますよっていうものを、見せたいなって、はい、本当に今でもちょっと毎日ギリギリまでちょっと悩んで、頑張ってるところなんで、ね、ぜひ見に来てもらいたいんですよ。これはファンならずともいかねばならないですね、はい、なんとこう、ハッピークリスマスこうみんなに愛をっていうテーマが、そうなんです、はい、まあ、もちろんその愛っていうのは、はい、もう常にライブをやるたんびに、愛を感じまくるんですけど、ライブっていうのは本当に、そうなんですね、で、はい、その分やっぱこっちから愛をもっともっと、はい、与えていけるような音楽を作っていけたらいいなって、はい、本当にいつも思います。はい、はい、したらもう、渋谷の、あれですね、はい、デュオミュージックエクスチェンジで、はい、渋谷のデュオミュージックエクスチェンジと言いまして、はい、渋谷駅 JR の渋谷駅から徒歩で、はい、まあ、5分10分かかんないぐらいで、まあ、すごくね綺麗なライブハウスなんです。そうなんですよね、実はジャミロクワイってご存知ですか、ね、もちろんです、もちろんです、ジャミロクワイっていう、はい、バンドの設計というかデザインしたというかプロデュースした空間で、はい、とってもね、なんかこう大きい箱の割にはすごく距離感が近くて、あ、お客さんとの、はい、すごくいい箱なんですよね。こうより愛が届きやすいってことですね。そうです、その通りです、愛が後ろまで届くような、素晴らしいとこなんで、はい、これはもう年末にこう寂しい人を満たされてる人も、そうですね、愛を交換になかなかね、一人で来づらいっていう意見が結構聞こえてくるんですけども、いやいやいや、クリスマスに、ね、でもまあそんなことないんでね、ないですよね、はい、僕にお付き合いください、お願いします、全ての人に愛をということで、はい、はい、じゃあそのライブに向けて、もう今もちょっとこういろいろこうね、こうしていこう、ああしていこうって考えてらっしゃるところだと思いますけども、はい、はい、ライブの最後の方、こちらも締めていただきたいと思います。はい、はい、今週、毎月ですね、このサウンドステイツは、その月の誕生月の方にプレゼントを送るバースデーコーナーがございますので、はい、そうですね、はい、そこからちょっとスタートしていただくということで、うん、じゃあスタンバイの方お願いいたします。はい、よろしくお願いします。行ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そうしましたらですね、先ほども申し上げた通り、サウンドステイツ恒例のアーティストからのバースデーコーナー、今月12月がお誕生日の方の中から選ばれたのはですね、ですね、のぞみさんです。はい、のぞみさんおめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。で、そののぞみさんへ、古澤さんからのバースデープレゼントということで、よろしくお願いします。はい、のぞみさん、誕生日おめでとうございます。のぞみさんのために今から曲をお送りします。スティービーワンダーのハッピーバースデーという曲を、のぞみさんのためのバージョンでお送りします。お届けします。Anyone who take offense at all in your celebration, hope it all know in our minds there ought to be a time that we can set aside to show just how much we love you. I'm sure you would agree, could have been more perfectly.And have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Why has there never been a holiday?Where peace is celebrated all throughout the world. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
美さん、おめでとうございます。Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, sans les mots qui font très bien ensemble. I love you, I love you, I love you.That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, my belle, sans les mots qui font très bien ensemble.I need you, I need you, I need you. I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I'm due, I'm hoping you will know what I mean. I love you.I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I'm due, I'm telling you will know what I mean. Michelle, my belle, sans les mots qui font très bien ensemble.Très bien ensemble. I will say the only words I know that you understand, my Michelle. ありがとうございました。お送りしたのはビートルズのミッシェルという曲でした、楽しんでいただけたでしょうか、イントロのところで突然バイオリンの音が聞こえてきたんでびっくりした人もいるかもしれませんが、今日はこの曲をやるために僕の友達を招きました、ぜひ一緒にやりたいねということで、お話をしたら本当快諾してくれて嬉しかったんですが、まあ、サウンドステーツでも、出演したことありますし、10月のサウンドステーツ1周年記念のイベントの時に出会って、それから、音楽の話だったりとかしながらご飯食べたりとかしながらだんだん仲良くなって、で今日、1曲やることが、夢が叶いました。紹介させてください。バイオリニストのソンイルです。こんばんは、ソンイルです。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はありがとうございます。はい、なんか明日原宿のアストロホールでワンマンライブがあるということを聞いたんですけど、そうなんですよ。はい、お知らせとか。はい。いいですか。はい。明日、12月の13日に、僕ソンイルのワンマンライブを原宿アストロホールで、やります。7時から開演予定です。まだ若干数名入れると思いますので、ぜひ明日皆様、会いに来てください。よろしくお願いします。はい、明日ということなんでぜひ皆さん行ってください。僕も明日遊びに行きたいなと思ってます。若干数名来れるらしいんでぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
素晴らしいお二人の演奏でした。美しかったですね。はい、でこの後古澤さんは、スタジオを変えて演奏を続けていただきます。はい、それからですね、ソンウィルさんのライブの情報をもう一回、繰り返します。2012年12月13日明日、原宿のアストロホールにて、ソンウィルさんの今年のファイナルということでワンマンライブがあります。皆さんぜひお越しください。よろしくお願いします。はい、またこちらに場所を移しまして、お送りします。だいぶなんかこの感じにも慣れてきました。はい、先ほどソンイルさんと、ミシェルという曲を、ビートルズの曲ですけどね、もう一曲今からカバー曲を、やりたいと思います。まあ、アローンアゲインという曲なんですけども、ギルバート・サリバンさんという、シンガーソングライターの方なんですが、ビートルズのポール・マッカートニーがものすごくライバル視してたという、それほどのやっぱ才能の持ち主で綺麗なメロディーを書かれる方です。でアローンアゲインというこの曲は、とってもとっても寂しい曲で、ね、第一節目から僕は自殺をしようと思って、鉄塔に登った塔に登っていったんだっていうとこから始まるような、そういうね、寂しいんですが、原曲はものすごく軽快で、ラララン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 っていう声もすごいね、軽快に歌ってるんですが、まあその裏腹にちょっとその寂しさの隠れたこの、メロディーっていうのをちょっとギター一本でやるんですごくしっとりとなると思いますが、古澤武史なりにちょっとやりたいと思います。では聴いてください。アローンアゲイン。In a little while from now, if I'm not feeling any less sore, I promise myself to treat myself, a visit a nearby tower, a climb into the top.Throw myself off in a laugh or two, make it clear to fool whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at the church where people are saying, my God, the tough she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, as I did on my own, alone againTo think that only yesterday I was childhood bright and gay, looking forward to hoodoo-doo, the role I was about to play. But last eve to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubtTalk about God in His mercy, or if He really does exist, why did He desert me? In my hour of need, I truly I'm indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more heartsBroken in the world that can be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Da 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 la la la. Da da la 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 laBack over the years,
And wherever else that appears, I remember a cry when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, the words were ever spoken, and she passed away. I cried and cried all day alone again, naturally alone again, naturally. どうもありがとう。アロン・アゲイン、ギリバート・オサリバンさんの曲でした。さあもうですね、あとちょっとで、お別れの時間が近づいてきたんですが、またちょっと明るめの曲をやります。はい、皆さん、あの画面の向こうでは、画面の向こうと言ったらいいのか、画面を今見てる人、窓の外は、晴れてるか曇ってるか分かりませんけども、星空は綺麗に見えるでしょうか。星空のドライブという、まあ、そういう言葉の出てくる、曲なんですけれども、また手拍子なんかが聞こえてくると気持ちいいような、曲なんで、一緒に楽しみましょう。じゃあ聴いてください。ドライブ。半年ぶりの君からの着信に夕暮れが足を早めた。耳をくすぐるその声は幼いようでどこか悲しげ。昨日聞いた言葉なんて用意できない。僕は成り行きに任せて、偶然を装ってこれから二人きりでドライブにでも出かけないか。星空のトンネルをくぐってほんのひとときでもあの日の二人に戻れるかな。ガラス窓かすかに映る君はすっかり大人になってしまったように思える。確かめるように重ねてゆく二人のセリフに月が笑った。何一つ怖くなかった。遠い記憶を求めて月明かり優しくトンネルは長くきっとたどり着けないんだろうけど、星空のトンネルをくぐって
もあの日の二人に戻れるかな。助手席の君の目に映る僕はやっぱりあの日のまま頼りなく見えるのかな。星空のトンネルをくぐってほんのひとときでもあの日の二人に戻れるかな。ガラス窓かすかに映る君はやっぱり大人になってしまったように思える。 Oh, la, 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 la. ドライブ、聞いていただきました。寂しいもので、もうそろそろお別れの時間が近づいてきたようですが、ね、今全国でどれぐらいの方が見てくれてるのかっていうのは全然、今のところ僕にはわからないんですが、初めての生配信というか、うん、初めて、まあ、こういう形でね、するのは本当に、すごく緊張感があったんですが、少しでも、歌の素晴らしさとか思いが届けばいいなと思ってます。はい、じゃあちょっとお知らせをさせてください。ちょっとお水飲みますね、すいません。先ほどもちょっと告知あったんですが、今月12月25日、なんとクリスマスなんですけれども、渋谷のディオミュージックエクスチェンジというライブハウスでワンマンライブを、させていただきます。でね、今見られてる、ご覧に、この番組をご覧になってる方も、遠方からでも本当にお待ちしてます。まあ、今年の締めくくり、そして、まあ、2013年に向けてのすごく大事なね、伝えたいことがたくさんあって、ね、これまでお世話になった人とか、ぜひみんな来てもらいたいなって、思ってます。とってもとっても大事にしたい、一日です。ぜひ来てください。で、今、画面には何か、出てるかどうか、ここに出てるのかな。こういうことするの初めてで、ちょっとね、あれなんですけど、なんかこの辺におそらく、メールアドレスが出てるんでしょうか。チケット予約、今も受けたまわっております。で、その時ね、この、今日の放送を見て、応募いただいた方、チケット買っていただいた方にですね、スペシャルなプレゼントをちょっと今ね到着してないんですけど、用意してます。なんとね、それはね、もう言っちゃっていいと思うんですけど、あのピックです。ピックをプレゼントします。で、デザインもね、古澤武史のデザインのピックが、今多分工場で原料からやっと固形になったぐらいのところじゃないかなと思うんですけども、そういう段階ですが、今日お買い、求めいただいた人には、ピックをプレゼントします。なので、まだ出てますか、この出てるのかな、はい。応募お待ちしております。まあ、一番ね大事にしたいのはライブの中身なんですが、また一生懸命、今年の
今年1年の歩みというか、まあ、これまでの歩みを全部そのステージにぶつけたいなと、思ってます。はい、次の曲で終わりになりますけども、本当に今日サウンドステートさん、呼んでいただいて、出演させていただいてありがとうございました。とてもいい経験になりましたし、もっとなんかこう伝えたいことね、いっぱい出てきました。こう画面を通してでも伝えられることっていうのは何かなっていっぱい、考えました。はい、そしてフューチャーセブンさん、今日はサウンドステージでも初めてね、使われるということなんですけど、本当にありがとうございました。そしてスタッフの皆さん、そして今日、観覧に来てくれた皆さんも、本当に本当にありがとうございました。心、ね、惜しいですけれども、最後にこれからと これまでとこれからとっていうのは全部詰め込んで最後のオリジナルソング、お届けしたいと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。最後にお届けする曲は、たどり着いたらそこはという曲です。古澤武史でした。ありがとうございました。疑うことなど忘れるくらいにひたすら歩いてきたな。裏切られたこともあなたを泣かせたことも美しい。一番星今も変わらず見守ってる。変わらないもの抱きしめたら涙が止まらない。たどり着いたこの場所から今でもよく振り返る。思い出はいつも優しい。望むのなら毎日でも生まれ変わってもいいよ。ただ一つちっぽけなこの願いは抱きしめたままで。優しい人たちの優しい言葉も時に鬱陶しく思えたり、小さな自分にも気づかされながら今も歩いてるよ。いつも泣いてたあなたも今は笑ってるから、それだけでもいいはずなのに涙が止まらない。覚えている先の見えないトンネルを抜けたあの日を何度も繰り返すけど、移り変わるこの世界で何か失ってしまっても心の真ん中に輝いてる
ちっぽけな願い。辿り着いたこの場所から今でもよく振り返る。思い出はいつも優しい。望むのなら毎日でも生まれ変わってもいいよ。ただひとつちっぽけなこの願いは抱きしめたままで、いつの日も心の真ん中に抱きしめて。